小林吉之助3月から1968年4月2日は政治家。第11から14代八王子市長を務めた。訓四刀髄法将、乱樹法将受賞。1881年3月神奈川県高座郡、上溝村に資産金義家の次男として生まれる。高等小学校時代から成績はよく放送会を目指し、 東京法学院に進学し1901年、卒業するが、活気昇進にかかり療養生活に入る。1907年には、小林家に向入り。1916年、八王子町議会議員に当選。1918年には、八王子よりもの同業組合表議員に選出。副組合長を経て1924年に、組合長に就任したほか、 武装工織物同業組合連合会会長、東京府織物工業組合理事長など、織物関係の組合の養殖に就任。力食器を八王子織物に導入しかつ、八王子織物の主力であった男物の着物から、不人物を生産させるという転換を行った。1930年には、全国名選連盟会委員長に、1942年には、 八王子商工会議所会頭に就任している。1944年蘭寿法省受賞。1945年10月29日、八王子市長就任。1957年に、不祥事で退任するまで、八王子市立新生高等学校、八王子市立新生女子高等学校の設置。北八王子工業団地、東浅川、狭間での区画整理。 八王子駅南口開設、市営住宅設置を行った他横山村、元八王子村、恩方村、川口村、霞村、結村を合併した。1957年から1959年まで、初代東京市長会会長を務めた。退任後八王子市参与、中央大学地方委員、自民党八王子支部最高顧問を務めた。 1965年君四頭等髄法章受賞。1968年4月2日死去。ありがとうございます。